国鉄 EF50 系電気機関車 e f 5 0型は日本国有鉄道の前身となる鉄道省が輸入した直流用電気機関車で日本初の F 型電気機関車である。1925年12月の東海道本線東京工図館電化開業用にイギリスのイングリッシュエレクトリック車とノースブリティッシュロコモティブ車の合作により1924年に8両が 製造された ED50 系 ED51 系統と同じデッカーの1等である製造時は8000型と称したが1928年10月の車両形式称号規定改正により EEF50 型と形式番号が改められた当時日本の鉄道省では感染の電化推進に伴い欧米各国の電気機関車を 試験的に二両数量程度ずつ輸入していたが、本形式はその中でも突出した大型機で、両数も八両と多かった。本形式を含めた、イギリス製電機機関車は、イギリス本国でも開発途上の未熟な製品で、輸入機関車の中でも信頼性が低かったが、当時の日本の海軍力増強を危惧した英米の、主導で1921年から翌年にかけ、 各国海軍の感染保有量を制限する軍縮会議が開かれ、会議の交渉で英国側の情報を引き出すために、外務官僚の主導で英国から本形式を含む電気機関車を大量に輸入することになったという。つまりデッカー系機関車の大量購入は、鉄道省自身の意図したものではなく、政治的な圧力による導入であった。 形式図に軸の先はを有する旅客列車用の電気、機関車で箱型の車体の前後にデッキがある。また、車体下部には車体中央部で幅を広くした巨幅型の側梁が露出しており、これに開けられた9個の丸穴とともに本形式の外観上の特徴となっている。車体側面にはすぐ内側に配置された指定後期を冷却するための デッカー機に共通した鎧状の通風口が並ぶ。二軸の先台車は外側軸受け式である。台枠は板台枠であるため、防台枠に比べ開口部が少なく、修繕には苦労した。以後に日本国内で製造された電気機関車は防台枠が下半を占める。パンタグラフは 車体の前後に2機が設置されており、初期は英国製の大型パンタグラフであったが、後国産の標準型に換装されている。制御装置はデッカー系機関車に共通するカム軸式で大容量の電源に最適な制御装置とは言い難く、特にその初期にはしばしば故障の原因となった。電気的には6個モーターであるにもかかわらず、 一般に6個主電動機を制御する場合の時期、並列弾がなく、直列弾からすぐに並列弾に切り替わる構造となっている。回路を簡単にするためとも見られるが、制御装置が電動カム軸式であることから、直列、ただしなみ、並列に対応した、多段仕様とすると、カム軸が長大化して複雑化を招くため、これを回避した結果ではないかとも考えられている。 運転サイドからは、制御段数が少ないため診断時の衝撃が大きく、勾配での加速時に運転しにくかったという評価がある。戦前、甲府まで電化された中央本線で、試験運転された際はその弱点が露呈し、戦後に中央本線の輸送力増強が図られた際には、本形式が忌避されて、よりフレキシブルな手動加速単位スイッチ制御で、 低速よりギア比の EF52 型が中央本線へと投入された。生産国の英国ですら、未だ電化は進んでおらず、電気機関車製造の経験が浅かった時期の製品で制御装置関連を中心とした故障は多かった。例えば制御電源確保用の電動発電機は、同軸で抵抗器冷却用、ブロワー駆動の動力をも兼ねていたため、 計画回転数が高く振動も多いためトラブルを起こしがちで安定した電源、電圧確保の妨げとなった。かように修理、回収に手間取ったが技術力向上への反面教師となったとも言える。輸入当時は英国調の緑色に塗られていたという説があり、同時期の絵本にも緑色に塗られている動機が描かれているものがあるが、確証は取れていない。 運転を開始して、以来、一貫して、東京機関区の配属で、東海道本線で、旅客列車を牽引した。同じ英国電気製の ED50 型などと同様、導入から1から2年は、故障が多く信頼性が低かったことから、蒸気機関車を後部に補機として連結して運転された。大型高速機である、程度出力が大きいため、戦前には、 有等列車牽引にも用いられた。カム軸制御などの根本こそ変化はなかったが、デッカー系電気機関車特有のトラブル解消のため、補給類の多くは、鉄道省正式品に年々交換されていった。1952年4月の高崎宣伝課に際して EF53 型などとともに、高崎第二機関区に五両が転じて、列車牽引を行った。当時の本形式は、 大型多軸機関車で、軽軸重、かつ操作のフレキシビリティに乏しいカム軸制御など、勾配路線には、不適な旧型機で、東海道線系統を外れると、勾配が少なく短編成、高速資行の多い高崎線以外に、転用先に乏しかったのが実情であった。本形式の最後の本線資料となったのは、1956年11月18日の、上り急行、で、 鉄道友の会会長の高塚佐俊道から花輪を送られて最後の花道を飾った。牽引を担当したのは7号機であった。廃車は1954年から始まり、1958年までに全車が廃車となった。その後全車解体処分され、現存者はない。ありがとうございます。